はい、本日はですね、ジョンブルのインナーカラー T シャツの紹介をしたいなというふうに思います。で、そちらの商品がこちらになるんですけども、これがですね、このパックに入ってるような感じで、パック T シャツとはまた違うんですけど、このパックに入ってて、で、これが、今年から始まったシリーズみたいで、要はそのインナーとして着るため用に作られた T シャツになってて、まあ、カラー展開は結構派手な色が多いんですけど、まあ、ブルーとか、あとレッドとか、あとホワイト、ブラックで、これがグレーっていう感じになってるんですけど、まあ、僕はこの色味が好きで、このグレーの色味が良くて、まあ、購入したっていう感じになります。で、まあ、一応ですね、インナーとして作られてるっていうところになってて、まあ無地になってるんですけども、まあ、僕個人的にはこれインナーっていうよりかは別に1枚トップスとして着てもいいんかなっていう感じで、まあ、シルエットとかも綺麗なんで、まあ後でこれはシルエットは見てもらうんですけど、まあ、トップスで今回、トップスでこれから着ていこうかなというふうには思ってます。はい。で、まあ出していくと、まあ、実はこれ何回かもう着用してるので、まあ、洗濯とかしてちょっとシワにはなってるんですけど、まあ、見てもらったら分かる通りシワなってるっていうことは、コットン100で作られてて、で基本的にジョンブルの T シャツっていうのが大体プリント T シャツとかでも8000円台っていう結構値段的には高めの設定なんですけど、まあ、これはインナー用に作られてるっていうところで、価格がですね、税込みで4104円っていう結構安い値段で売られてて、でどっちかっていうとゆったりしたシルエットなので、タイトめのシルエットが好きな方はちょっと多分苦手なシルエットかなと思うんですけど、僕も普段あんまりゆったりしたシルエットは着ないんですけど、まあこれこの色味が結構ドンピシャやったっていうのと、まあ、僕今までゆったりしたシルエット着たことなかったんで、まあ一回ちょっとチャレンジしてみようかなと思って、まあ、今回これを購入したというような感じになります。で、まあ、なんで値段がちょっと安いかっていうと、まあ、普段ジョンブルっていうのは日本の工場で作ってる会社なんですけど、まあ、これに関しては中国で生産してるっていうところで、コストを下げて値段が安くなってるという形みたいです。で、一応ですね、まあこだわりとしては、まあ、特にインナーとしてっていう感じなんで、特にすごいスペックがあるわけじゃないんですけど、まあ、同じコットン100、まあ、これコットン100なんですけど、コットン100でも、まあ、速乾性は意識されたような素材を作られてるらしいので、まあ、コットン100で、なおかつその割には、まあ、速乾性があるっていう感じで作られてるようです。で、まあ、サイズ感なんですけど、まあ、先ほども言った通り結構ゆったりしてる感じになってて、まあ、180センチのモデルさんとかでこんな感じで、まあ、着てるっていう感じで、まあ、少しオーバーめで、袖とかも僕が今着てるような T シャツよりかはちょっと長いっていう感じになってる。まあ、これぐらいの丈感かなというふうには思います。なので、まあ、僕は普段、タイトめが多いんですけど、まあ、これに関しては本当にジョンブルのアウトラストのパンツがあるので、まあ、それを履くときに、まあ、上下でこれを合わせようかなというふうに思っているので、まあ、まずサイズ感を見てもらおうかなと思います。ではどうぞ。はい、という感じでですね、まあ上下シルエット的には、まあ、これでやったら合わせやすいかなと思いますし、まあ、インナーに挟んだ時もこのグレーの色味やったら結構合わせやすいかなと思って、まあ、今回これを購入して、まあ、気に入ればもしかしたら違う色も買うかもしれないという感じです。で、まあ、一応ですね、まあ、細かいところで言うと、その肌に当たる接地面のところの縫製部分っていうのを少し変えてるみたいで、まあ、肌にこう内側の当たるところっていうのを、まあ、少しこう当たってる感じ、違和感をなく、作られてるっていうのが、まあ、特徴なようなんですけど、まあ、僕正直そんな着ててそんなに実感する感じでもなかったんで、まあ、本当に普通の T シャツっていう感じで、まあ、カラーとシルエットが特徴的っていう感じの T シャツかなとは思います。はい、という感じでですね、まあ、もしその気に入らなかったら今後はもうインナーとして仕方も合わせないと思うんですけど、まあ、そんな感じでこれから着ていこうかなというふうには思ってます。はい、というのが今回、ジョンブルのインナーカラー T シャツの紹介をしてみたという動画になります。以上、ありがとうございました。